ただ結果的に呪文の虫みたいになってすごくやってたので呪文の虫、ね、皆さんもなりましょう虫ね。一番はやっぱりその呪文を繰り返したことがすごく良かったかなと思います、うん。はい、それではですね、アガルートアカデミー予備試験合格者インタビュー、こちらについてね、始めていきたいと思います。このインタビューに関しましてはですね、令和3年度のですね、予備試験についてですね、このアガルートのですね、予備試験1年合格カリキュラムというものをご利用されてですね、見事合格を果たされた方をお呼びしてですね、司会聞き手はね、谷山でですね、ソーシャルディスタンスをね、しっかりと取りながらですね、いろいろお話を伺っていこうと思います。どうぞよろしくお願いいたします。はい、さあ早速なんですが、まずですね、自己紹介の方からお願いしたいと思います。よろしくお願いします。令和3年度の予備試験を受験して、最終合格しました、秋丸遥と申します。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さて、令和3年度のね、予備試験を合格されたということなんですが、予備試験のこう試験の受験回数っていうのは何回ぐらいあるんでしょうかね。私は初めてだったので1回目でした。おー、一発で決め立ったということですね。はい、はいはい、でそうすると予備試験の1年合格カリキュラムに関しては令和3年度の合格目標というものを受験された、はいね、ということですね。受講開始っていうのは大体、令和3年の論文式試験があって、はい、そのどのぐらい前から受講されましたかね。アガルートの講座を購入させていただいて、うん、正式に始めたのは前の年の7月の中旬ぐらい、ね、前の年の7月の中旬というと、はい、本当にちょうどその次の年の論文式試験の、はい、もうちょうど1年前にってやつですね。はい、これはね、なかなか結構やっぱりね、合格まで短いスパンだと思うんですけれども ね、はい、なので今回ね、そのあたりの秋丸さんがどのような、ね、形で勉強されてきたのかということを中心にね、いろいろちょっと深掘りをしていこうかなというふうに思うんですね。はい、ありがとうございます。そもそもですね、秋丸さんがですね、予備試験を目指された理由ということ、ここをね、少し簡単にお話しいただければと思います。はい、私自身大学に入った時は、はい、正直全然放送にはあまり興味がなくて、うんうん、何か意思があって法学部に入ったってわけではなかった。大学は法学部だったけれども、はい、うん、そうなんですね。でただその大学 3,4 年生の時に入っていたゼミで、うん、模擬仲裁とか模擬交渉を扱うゼミに入ってたんですけど、はい、そこで結構放送の方と弁護士の方々だったり、あと裁判官の方々と関わる機会が出てきて、そこでちょっとずつ興味を持ち始めたっていう感じだったんですけど、大学がそんなにこう放送に目指す人が多いところでもなかったので、普通に一般企業に就職したんですけど、やっぱりこう仕事をしていく中で結構ビジネスと法律ってすごく密接に関わってるなっていうのを感じ始めて、でそこでやっぱり大学の時にこうちょっとずつ興味を持ち始めたものが、うん、やっぱりこう勉強してみたいなって思うようになって、はい、なってちょうど社会人3年目の夏にいろいろとタイミングも良かったりで、うん、ちょっと一回チャレンジしてみようかなと思って、はい、なるほど、はい、そうすると勉強開始の時はこの3年目ということでね、はい、お仕事の方は何かこう少しストップしながらと、あるいは並行しながらちょっと量を下げるとか、はい、そういうことがあった。私もともとコンサルティング会社で働いてたんですけど、はい、うん、かなり忙しかったので、ちょっと両立するのが難しそうな仕事のスケジュール感だったので、もうそこはもう辞めてしまって、はい、辞めて、もう一発で決めたるぞと、はい、いうことで、そうですね、なんか1年だけとりあえず辞めようと思って、うん、1年でダメだったら戻って並行しながら勉強しようかなっていうふうに思ってました。うん、そういう職場としてもそういう形で、ある程度そういう選択肢が取れるようなところだったりとかですね。なかなかのね、苦労ですよね。そうですね。お仕事も大変なということで、はい、並行される方が多いとは思うんですけれども、そうですね、そこで1年だけグッとやってみようというところですね。はい、そうすると後でも聞きますけど、大体勉強時間っていうのは、よくね、あるご質問なんですけれども、この予備試験に向けた1日の勉強時間とか、そのあたりってどのあたりだったんですかね。はい、そうですね、平均したら多分9時間とかになると思うんですけど、当然やる気が出ない日とかもあったので、なんか午後だけやったりとかっていう日とかもあれば、もう朝から夜まで10時間以上とかっていう日もあったので、
平均したら9時間ぐらい、ね、9時間机に向かってる時間が9時間ということ で、ね、はい、まあそこからね実勉強時間ってなるとねなかなか集中してない時間とか、はい、まあ、いろいろあったりしますけどね。わかりました。その中でね、あの勉強を始められるにあたってこのアガルトアカデミーをね選ばれた理由ということで、はい、もう何かあのコマーシャルとかその時ってやってましたっけ。やってましたね。はい、やってました。うさぎ先輩どうもね、はい、ということで、まあ、あれを見てね決めたかどうかは分かりませんけれども、どんな形でアガルトアカデミーね、はい、お知りになってですね、最終的に決定されたかというところだと思うんですが、はい、そうですね、もともとはなんか独学でやろうかなともちょっと思ってたんですよね、うんうん、全然ちょっと知識がなくていけるかなと思ったんですけど、うんうん、はい、やっぱり、まあ、無理だろうと思って、うん、参考書も選ぶのですら時間を取られてしまうっていう感じだったので、うんうん、まあ、あの本屋さんでいろいろ予備校さんが出されてる参考書たくさん見た中で、はい、うん、一番なんか見やすくて使いやすそうだったなっていうのと、うんうん、あとは大学の先輩とかで結構予備校事情詳しい先輩がいまして、うん、ね、でその方にちょっといろいろ相談した時に、うん、なんか最近アガルートの合格率がいいみたいだよっていうのを教えていただいて、うん、はい、ちょうどキャンペーンもやってて 30% オフとかの時だったような気がするんですけど、いろいろそういういろんなこう、うん、タイミングとかも重なって、うん、はい、それで、そうするともともとはなんか市販のアガルズのテキストをご覧になられて、はい、手に取られて、ね、ああまあいい感じだなと、はい、でそこからいろいろ先輩とかあとネットでもね今いろんな情報があったりもしますけれども、はい、その中でちょっとねあの1年で突っ走ってみようということで、はい、うさぎ先輩のように、ね、そうですね、まあ、まさにねなられたということですからね。はい、分かりました。マネジメントオプションというものもあったと思うんですが、はい、多分ね秋丸さん取られてないと思うんですけども、 そうですね、はい、そのあたりは何かこうご決断とかそういったお迷いとかってあったりしました。はい、まあ、そこはもう完全にあの経済的な理由で、あの一人暮らしをしていて、あの学生の方みたいに親からなんか援助があるっていうわけでもなかったので、まだ社会人の間の貯金とかをまあ崩しての生活になっていくので、なるべくちょっと最小限に抑えたいな、うん、抑えていこうという形ですねそうすると本当にもう、はい、まあ、あの講座は、ね、1年後からカリキュラムですけれども、基本的には一人でどんどん進めていったということ で、ね、はい、非常に今日は、ね、貴重な、ね、お話が伺えるかなと思いますので、私としても非常に、ね、あのいろいろ学びたいかなと思っていますので、はい、よろしくお願いいたします。実際ね、予備試験1年合格カリキュラムの講座を受講してみてということでね、まあいろんな講座があると思うんですけれども、はい、いわゆるね、中心的な講座についてね伺っていきたいかなと思います。大きく分けてインプット講座とアウトプット講座というものがあると思うんですね。でまず一番最初に、お聞きになれたのはおそらく総合講義300というものだと思うんですが、はい、まずこちらの受講のされ方というか、こういったものをちょっとね伺いたいと思います、はい、ですけれども、とりあえず聞いてみてって感じですかね。それともかなりそこに時間かけて何回も繰り返したかっていうところだと思うんですが、そこら辺ちょっと伺いたいなと思います。時間は正直あのかかってしまって、うん、あの聞いた回数はフルで聞いた回数は1回なんですけど、もともとなんかあの聞き始めて分かんないところがあったら結構調べてしまう癖があって、それはなんかあの後で振り返った時に、正直もうちょっとあの効率よくやってもよかったなと思ったところでは、あるんですけど、結構あの止めたりして、はい、で何を言ってるか分かんないっていうところをこうググったりしてしまって、でそれで結構その自分が思ってたよりは時間がかかってしまって、なんか7月の中旬から聞き始めて、9月末とかですかね、終わったのが。もともとはもうちょっと2、3週間早く終わらせれたらよかったなと思ってたんですけど、なるほど。そうすると総合に307科目あると思うんですけれども、これを先に聞いてしまったと、先に聞きました。はい、それは何か理由とかあったりします？とりあえず順番にこなそうっていうのがあって、なんか並行して やろうかなとも思ったんですけど、10問とかと、ちょっともう先に1回一通り聞いて、分からないところ後で聞き直そうかなっていう感じで進めたので、先に全部聞いてしまいました。これ先にバーンって聞いてしまって、なるほどね。でやっぱりそこでちょっと止まってしまったこととかがあって、時間が若干かかってしまったかなというところですね。はい、今思えばやっぱりもう一回その7科目を最初に聞いちゃうって感じですか？そうですね、もうちょっと10問間に挟むかなとは思ったんですけど、でもどうでしょうね、今ようやくこう予備が終わってからようやくこういろんな科目を並行してできるっていう余裕が出てきたんですけど、当時その余裕があったのかとかっていうのを考えると、私自身はちょっとなかなか難しかったのかなっていう気もしてて、
まあ、その一科目聞いた後に10問1問やってみるとかっていうやり方はもしかしたらありだったのかなと思うんですけど、なるほどね、はい、一般的にはねそういうことをお勧めさせてもらってるんですが、まあ、時間がギュッと詰まってて2ヶ月ぐらいで、まあ、聞き終えてしまったということであれば、はい、その後ねこの後伺う、まあ、重要問題習得講座であったりとか結局アウトプット講座のところでもう一回戻っていくみたいなところが、ね、はい、まあ、ありますのでね、はい、わかりました、こういう、ね、方法論もあるんだよということでね、あのぜひ参考にしていただければと思います。これがですね、このインプット講義、もう一つね、論証紙の使い方講座ですね、はい、こちらはどのぐらいから聞きましたでしょうね。論証はもうあの iPhone に音を落として、はい、あの好きなアーティスト工藤北斗やったからですね、もう耳に声が染み付いてるんです、うん、あります、あります、はい、もうあのなので机に向かってる時に時間を取ってというよりは、うん、なんか勉強しにカフェ行く時とかに聞いたりとか、うん、はい、あとはちょっと疲れたなっていう時にも流したりとかっていう感じの使い方だったので、うん、なんかこう机に向かってこうやってあの、うん、見てやるっていう感じじゃなかった。なるほど、はい、これはねかなり毎年合格者というものがこういう使い方されてますよね、はい、もう細切れの時間とかにもうね夢にね、工藤北斗が出てくるぐらいもうこうなると合格近いね、噂されてるような、はい、されてないようなという形なんですけれども、はい、わかりました。これがまあインプット講座のまあ中心的な部分ですね。はい、でそれからアウトプット講座としてね、主に伺いたいところとしては論文等の書き方講座、はい、それからですね重要問題習得講座、こちらの方ももう普通に段階的に聞いてきた感じですね。そうですね、うん、書き方と10問は並行して進めてて、うんうん、書き方確か5問ずつぐらい入ってたと思うんですけど、はい、なんか2、3問やってその後10問やるみたいな感じで進めてたので、あ、なるほど、その分野ごとにっていう感じですかね。そうですね、うん、はい、分野ごとにやってます。なるほど、書き方の方は、まあ、全部で25問とか、まあ、20問とか入ってるところで、はい、確かにこう分野ごとに切り分けられているので、例えば書き方の民法の1回というものに5問終わったら、はい、10問のそちらの方に入る。そうですね、はい、あ、なるほど、それも最初からそういう形でやっていこうって決めてたって感じですか。そうですね、やってみてなんか、あ、10問と結構なんかこうリンクしてるなっていう、うん、なんか書き方講座って何やるんだろうって最初思ってたんですけど、うんうん、やってみたらもう本当に論文の本当に基礎的なところっていう感じだったので、うん、はいはい、これがこう長文事例になったらどうなるんだろうなっていうのをちょっと、うん、あの体感してみたくて、そのまま10問に入って。なるほど、はい、まあ、かなりもご自身の中でいろいろ考えながら積極的にいろんなことをトライしてみようという形だったっていうことですね。これ非常に大事なことですよね。その素材というのをどう使っていくかっていうところで、特にマネジメントオプションとかない方々は自分で考えてもう使い方っていうのもねやってみながらということだと思います。その方法論はやっぱり今でも良かったって感じですかね。そうですね、うん、ただ結果的に10問やっぱりすごいもう10問の虫みたいになってすごくやってたので、いいですね、10問の虫、ね、皆さんもなりましょう虫にね、はい、やっぱり一番はやっぱりその10問繰り返したことがすごく良かったかなとは思うんですけど、うんうん、書き方をやらずに10問に入るよりはやっぱり書き方をやって、うん、ちょっとこう答案構成の仕方とか結構丁寧に書いてあるので、はい、なんかそこをやっぱり習得するのはすごく良かったかなと思います、うん、はい、わかりました。そうですね、書き方はまさに十問と総合講義のまあ橋渡し的な、ね、まあ、役割がありますので、そこを経由してあとはもう、まあ、そんなに繰り返す必要はないって感じですかね、書き方に関してはね、十、はい、問の虫になってもう虫食いがもう穴開いちゃってっていうところですよね。そのぐらい、まあ、とにかく繰り返してきたという形ですかね。でズバリなんですが、重要問題に関してもですね、こう何回ぐらい繰り返しました、回数っていうのもね、よく聞かれるところであるんですけれども、はい、予備の論文までで多分4週ぐらいはしたかなと思いますね、はい、その4週の仕方としてまず講義を聞くじゃないですか、はい、1週目に関しては講義聞かれましたよね。講義聞きました、はい、1週目これで先ほどみたいな形でこう7科目をずっとギュッとこう講義を1週聞いてしまうみたいな、最初は自分で答案構成をして、はい、でできるとこまでやって、多分15分とか考えて分かんなかったらもう答えを見て、うん、一通り解説を読んだ後に講義を聞いてます。なるほど、これも1週目から自分で答案構成とかされて、はい、してました。なるほど、はい、まあ、書き方もやられてるので答案構成みたいなことは何なのか、何なのかってことが分かったって感じですね、はい、そうすると重要問題と書き方が1週し終わるのって大体先ほどのタイムスケジュールからするとどのぐらいだったんですかね、はい、いつだったの、年明け1月末とかだったですかね、うん、1月末ぐらいからということですね、はい、でそこからいろいろ担当の足音が聞こえながらもということで、はい、まあ、この後ちょっといろいろ聞こうと思うんですけれども、担当に関してはね、まあ、並行しながら10問を繰り返し繰り返し、はい、どん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 虫になっていたと気づいたら触覚生えてたということですね、はい、うん、はい、わかりました、まあ、あとは、予備試験過去問解析講座、これだけちょっとね、はい、簡単に伺いたいんですが、これいつ頃から着手されましたでしょうかね。それは10問と並行してやってたので、うん、12月ぐらいからは。なるほど、10問の1週目の部分からちょっと並行しながら、ね、はい、そうですね、10問
が終わった科目から順に過去問を解析講座入っていた。なるほど、わかりました。最初過去問やった時ってどんな感じでしたかね。あ、全くできなくって、うん、なんか本当に間に合うのかなっていう気持ちになりながら、はい、まあ、でもちょっととりあえず進めなきゃなっていう感じで、うん、はい、わかりました、はい、過去問に関しては何回ぐらい繰り返されました。過去問はあの問題数がかなりやっぱり多いので、全部を何周もっていうわけではなかったんですけど、うん、本番までにあの出来が悪かったなっていう問題は3周して、うん、はい、他はミニマムでも2周は、はい、2周はしたって形ですね、はい、かなりまああれは解説がまあ詳細に書かれているので、そうですね、まあ、あれをだけで結構お腹いっぱいになっちゃうことはありますけど、わかりました。2周から3周ということですね、そうですね、はい、今の教材に絞っていけば予備試験の論文っていうものはもうほぼ問題なくいけるかなっていうところですね。そうですね、はい、で、まあ、秋村さんこれから司法試験もね受験されるっていう中で、まあ、今日来ていただいてるんですが、おそらく、まあ、あの司法試験のおそらくというかもう間違いないんですけれども、重要問題ですね、あれがまあ中心になってますので、はい、さらにもう虫から何に進化するんだっていうね、いうことだと思うんですけれども、はい、これを繰り返していただければ間違いない。あとは過去問ですねをやっていけばということだと思います。はい、わかりました。ではちょっと、ね、視点を変えましてということで、はい、担当式試験対策という先ほど、まあ、年明け以降ぐらいからですかね、担当を始められたのは ね、はい、ね、はい、これは最初やってみてどうでした、担当に関しては。担当は民法から着手し始めたんですけど、うん、はい、やっぱり全然触れたことのない知識を聞かれるのであのほとんど間違っていました、ね、はい、ほとんど罰ばっかりで、はい、ただもうちょっともうこれはもうこれもこれで入れ込むしかない気持ちで、はい、あの最初もとにかくとりあえず自分で分かる範囲に全部答えて、はい、解説を聞いて、はい、っていう感じでも繰り返し繰り返しっていう感じで、もうひたすらもう繰り返し繰り返しっていうことですね、はい、これに関してはね、これもあの回数をね聞いてあれなんですけど、大体どのぐらいですかね。これはこれも4週ぐらいしましたね、うん、ただ全部はできなかったので、うん、全部の問題は3週ぐらい回して、うんうんうん、過去問集の右上になんか四角いチェックマークあ、はい、ありますね、あれで何回も罰がついてるものだけ4週目に、うん、4週目に入ったっていう形ですかね、はい。そうすると年明け以降の担当と論文のまあ比率、はい、勉強の時間比率としては大体どのぐらいになりますかね。3月ぐらいまでは半々ぐらいでやってましたね、うん、午前中、はい、担当をやって午後論文やるっていう感じで進めてて、で4月ぐらいからもうちょっと担当の比重を増やして、うん、多分7-3とかにはなってたかなと思います、はい、逆に言うと4月、まあ、5月ゴールデンウィークとか、はい、そこら辺も論文は少しずつはやってたってことですか、ね、ちょっとだけはやってましたね、うん、多分8対2ぐらいまでの比率になることも多分あったと思うんですけど、うん、論文に全く触れない日ができるのはちょっとまずいかなと思って、うんうんうん、まあ、少なくとも10問に3問はできるぐらいの時間は残してやってます、うん、はい、なるほど。そうすると何かこう比率を考えるにあたっては、まあ、これもご自身とのもう相談、はい、対話というか己との対話みたいな形で決めていった感じですかね。そうですね、あの10問の問題数をあの書き出して、うん、あの日割りで1日何問はやらなきゃいけないっていうのを決めて、私1問あの解説抜きで1問解くのに、はい、大体 1,2 分のスピードだったので、はいはい、うん、まあ、1日何十問やるんだったら何時間は必要かなっていうのを計算して、うん、でその残りの時間を論文に当てるっていう形でやってました、うん、ね、はい、わかりました。一応アガルトのね、1年後かカリキュラムはあのテイクカウンセリングっていうのもあったりするんですけど、はい、それはご利用されなかったって、それは直前期に1回利用させて、1回利用したっていう形ですかね、はい、わかりました。ということで担当式試験としては、まあ、じゃあ模試とかそういうものは受けられたっていう感じですか。模試は1回だけ受けましたね、うん、外部のものを、はいはい、ただもう直前に完成したっていう感じだったので、うん、はい、本番の感覚を知るっていうくらいの目的で、はいはい、うん、なるほど、わかりました。で担当本番はまあ実際受けてみて、はい、いけたって感じでした。私が受けたとして確か行政法か広報系がすごい難しくって、はい、うん、毎年ありますね。そうですね、はい、行政法が特にあの全然見たことのない条文か、うん、平均点もなんか一桁台じゃないかぐらいのところがありましたね。出てきて、うん、でそれで結構やばいなっていう感覚にはなったんですけど、うん、最初がその民事系で比較的その年の民事は割と、うん、あの優しい問題が結構出てきて、うんうん、
そこで一応心の平穏は保ったという感じですね、はいはい、ちなみに一般教養っていうのは取れた形ですか？一般教養は、はい、30点ぐらいやった。なるほど、30点ぐらい取ってという形ですね、はい、分かりました。担当ということにね、まあ、合格されたということで、はい、次なんですが、まあ、論文式試験対策、はい、先ほどね、まあ、重要問題とかそういうものの、ね、勉強の仕方を伺いながらということだったんですけれども、基本的にはね、もう一度確認すると、もうとにかく重要問題っていうものと書き方を繰り返しながら、はい、で重要問題が終わったものから、もうずっとこう過去問をやってきたという形ですね、はい、うん、担当式試験がね、終わった後の論文の勉強の仕方ってのは大体どんな感じだったでしょうかね？それも基本的に、うん、担当前とあまり変わらず、はい、ただ、うん、結構担当で間違えた問題とかで苦手分野が意外と明らかになったところとかは、論文でも似たような分野とかが出るとちょっとまずいので、そこはちょっと集中的にもう一度復習をしたりとか、あとはこの時期は結構過去問にフォーカスして、できなかった年の問題を繰り返しやるとか、もう実際に毎日起案をして自分の書くスピードであったりっていうところを調整するっていう感じ。毎日起案をするっていうのは、これはまあ直前期はねやられてたというところだと思うんですが、はい、一番最初に答案を書いたのはいつ頃になります？10月でした。あ、なるほど、10月というと書き方も少し始められながら、ね、はい、書き方とまあ重要問題習得講座 の、はい、添削システム、これ後ほども伺いますけれども、はい、これはまあ全て利用されたってことですね。はい、何度か利用させていただいて、うんうん、あ、全部は提出してないって感じでした。書き方は全部使わせていただきましたね。重要問題の方はまあそうですね、ちょいちょいですね。それから予備試験のですね、模試ですね、はい、一応上がるとにもあると思うんですけれども、はい、トーレックですね、あれはどうですか？あれは正直時間が足りなくて、うん、もう目を通して自分のこう頭の中でざっと答案構成をするっていう、うん、その、うん、まあ、知らない問題出てきた時にどういうふうに自分が反応するかっていうのを、はい、確認するようにした。そうですね、あれはね、私がいつもちょっとね作成をしてるんですけど、はい、バキバキ難しいので、そうですね、ちょっと心が折れてしまうかもしれませんけどね、はい、まさに知らない問題対策ということでね、はい、作らせてもらってるということで、そうすると全部で合格論文式試験が来られるまでには論文って大体何通ぐらいかかりました？結構書いたかなと思いますね、はい、担当終わった後毎日最低1通は書いてたので、うん、それだけでももう30通、40通とかになると思うんですけど、うん、 それまでの段階は半年間、半年ちょっとは、うん、まあ、週に2本とかですかね、かけて、うん、やっぱりこう最初の頃はその答案構成をするのに時間がかかってしまって、うん、書くだけの時間を取れないっていうところとかもあったので、うんうんうん、合計すると多分70通ぐらいになるんですかね、はい、うん、その数って今思えば妥当だと思います？もうちょい書いとけばよかったとか、あるいは、うん、そうですね、当日実は結構刑事系とかがもう全然時間が足りない、うん、あ、刑事系はねだったので、なんじゃいっていうね問題がありましたね。そうですね、刑法に関してはもうちょっとやっとけばよかったかなと思って、うん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 、なんか予備の刑法って毎年すごい書くことがたくさんあるので、はい、もうちょっとそこはなんか慣れておいてもよかったかなとは思って、はい、はい、分かりました。実務基礎とかそういうものはちょっと時間違うじゃないですか、 あ、はい、あれに関しての対策とかそういうものはどうでした？はい、実務基礎は結構早めから取り掛かっていて、うんうん、これも10月ぐらいからからでしたかね、商語講義300が聞き終わった後ぐらいから並行して入門と進めてました。過去問もそのぐらいから始められたって感じですかね？過去問もそうですね、講義聞き終わった後からなので、うん、多分実務基礎が一番過去問取り掛かるの早かった。ああ、そうですね、はい、まさに実務基礎に関してはもう過去問とテキストの往復みたいなところで、ですね、はい、早めにやった方がまああれは本当にいいかなとは思います。はい、わかりました。そんなところですね。で、論文式試験というものが終えて、まあ、発表がありますよね、はい、合格してるかしてないかみたいなのがあると思うんですけど、まあ、合格見て、まあ、どんな印象でした？論文式試験に関してこう発表を見た時、自分の番号があった時なんです。そうですね、なんか結構正直も落ちたかなと思ってたので、なんかびっくりっていう感想が一番強くて、はい、結構何回か試験値間違ってないかとかありますね、割と見返して、うん、もう嬉しさというよりは結構びっくりっていう感じと、口述どうしようどうしようって感じですね。論文式試験と口述式試験の発表の間、はい、これは何か勉強はされてました？あんまり身が入らなかったのもあって、なんか
まあ、六方を眺めたりとか、うん、まあ、もし万が一受かった時用にと思ってねもう虫になってましたからね一回人間に戻ってそうです、ね、人間界としてリハビリみたいな感じですよね、はい、それはそうですよね。発表を見てあ受かってるみたいな形 で、 そうです、ね、はい、まずどうしようみたいな、はい、まあ、これはもう口述、ね、あるあるみたいなところですよ ね、 そうですね、はい、なのでそうするとおそらくすぐに何かあの予備校さんのですね、はい、口述模試とか、はい、そういうのを受けられましたからね。そうですね、もう、はい、とにかく先に申し込んで、うん、あとはおそらくその本屋さんから口述対策本が売り切れるだろうと思って、はいはい、その日にあの 買いに走りました、ね、うん、買いに走ってゲットできました、はい、それはね、はい、そうするとその、まあ、大体2週間ぐらいだと思うんですが、はい、その2週間っていうのはどんな形で精神状態とかも含めて何をやったかっていうのをもう一度お聞かせいただければと思います、はい、多分論文前よりも勉強したんじゃないかっていうぐらい勉強しまして、うん、やっぱり要件事実とかは特に実務基礎のあの論文よりもかなり踏み込んだ質問を聞かれたりとか、ね、はい、あと刑事はもうあの手続きがかなりあの細かいところまで聞かれるので、うん、はい、あのかなり六法も読み漁って参考書を読み漁ってっていう感じの勉強をしていました。それでもう終わっちゃったって感じですかね。あ、終わりましたね、はいはいはい、なるほど、わかりました。で、まあ、後日本番受けられてということで、はい、あれもね、もうなかなかすごい環境で受験をするということで、はい、それが終わってということで、また発表までまあ数週間あるという形で、まあ、合格を確認してということですかね。はい、やっぱりまあ、ほっとしたっていう感じがありますかね。はい、わかりました。先ほどちょっと伺ったところなんですけれども、はい、日々の勉強のリズム、方法や工夫ということなんですが、まあ、基本的にはもうなんか全て全部もうこうシステマティックに決めてこれをやっていくみたいな形、ね、はい、これはもう勉強開始の段階からいろいろ決めてたっていう感じですかね。はい、そうですね、うん、参考書届いた段階で、うん、あのもう1年間何をするかっても一回全部出して、うんうん、はい、でもう本当に日割りとか週単位で、うんうん、あの自分のタスクを全部書き出してっていう感じで、うん、はい、タスク化っていう感じですかね。そうですね、結構それは、まあ、守りきれた感じですか、全体像としては。そうですね、概ねできたかなとは思います。わ、うんうん、かりました。何かこうバッファーみたいなものは設けながらっていう感じでは、はい、もちろん、うん、あの計画を作るときに、はい、一応そのこのスケジュールずれ込んだ時の1週間とかっていうのを後ろに置いといてっていう感じでやってます、はいはい、そうですね、こうどのぐらいまでガチガチにこうタスク化したらいいかみたいなのは、うん、結構永遠のテーマだったりすると思うんですけれども、もう基本的にはまあそこら辺まで全部含めてまあ計画してご自身のまあ自分の中であのこれがいけるかなっていうのは最終的にはまあその人ごとのそうですかっていうことですかね。この計画自体を立てるのに結構時間かけたりはした感じですか？かかりましたね、うん、一番やっぱり大事なところかなと思うので、最初あのテキスト届いていきなり取り掛かるんじゃなくて、はい、一回全部眺めて、うん、で一日ちょっと計画を作る日っていうのを作って、うんうん、そこであの全部計画を作ってます、はい、タスク化してもね、やっぱりスランプ、いわゆるね落ちちゃうことがあったりするともうやりたくないとかいう時に、何か趣味とか何かそういう、はい、まあ、勉強からに、まあ、逃げ込むというとね、はい、あれかもしれませんが、そういうものっていうのは何かもお持ちでしたか？なんか外に出てましたかね、やっぱり家で結構やってたので、はい、もう家の近所歩いてみるとか、ね、うん、そういう感じでちょっとこう外の空気を吸うっていうところは結構大事にしてました。なるほど、そこだけちょっと人間らしいですね、はい、散歩って大事ですよ ね、 散歩大事ですね、やっぱりね、運動って非常に大事だと思います、はい、他に何かこう工夫されてたこととかって今まで出てきた以外あったりします？そうですね、日々終わった後、一日が終わった後にどれぐらいできたかなっていう進捗管理は必ず毎日やっていて、うんうん、はい、このペースでやった時に、まあ、いつぐらいに10問が全部終わるんだろうかっていうのはかなり意識して取り組んでます。はい、わかりました、ありがとうございます。先ほどもちょっと出てきたんですけれども、添削指導というものですね、あの1年合格カリキュラムにもですね、まあ、約100通ぐらいの添削の、ね、はい、ものがあって、その中の一部をご利用されてたということですよね、はい、書き方ではまあ大体35通ぐらいですかね、はい、こちらのまあ添削というのがあると思うんですけれども、これ利用されてみて何かこうあったりしますかね？そうですね、やっぱりあの自分最終的には自己添削ができるようにならないといけないなと思うんですけど、その時にどこに着目したらいいのかっていうのをやっぱり添削指導で、あの帰ってきた時に、はい、あの指摘されいただいているところを見ると、そこでこう、あ、こういうところを自己添削の時も見たらいいんだなっていうのが分かったので、それがかなりあの自分の自己添削力を上げるっていうのが素晴らしいですね、はい、もうまさに自己添削力を上げるために添削指導ってあるんですよね。
要するにまあね、見てもらえるものってのは 100通ぐらいですけどね、逆に言うとそれ以外は見てもらえないわけですから、最終的にはこれがいいか悪いかっていうのを判断するためにはあるということで、結構コメントとかそういうものは参照されてる、ね、はい、結構見てましたね、わかりました。そういう時ってまあ最終的にはそういうところでまあ自分の評価と照らし合わせるというところが必要だと思うんですけれども、こう書く前に何か今回こうしてみようとか、まあ、いわゆるですね PDCA みたいなそういうことっていうのをやってましたかね、はい、そうですね、うん、1回目はもう体当たりで出したんですけど、やっぱり返ってくる自分の答案の癖みたい なんか言葉の癖であったり、あとそのあのなんかだれてしまうポイントと か、 なんか当てはめになると急に崩れてしまうみたいな、そういう癖をやっぱり1回目の添削の時にやっぱり分かったので、そこはかなり次はちょっと改善してみようとかっていう風にやってました。なるほど。なかなかこの添削の部分でね、ご自身でそれを気づくっていうのはかなり大変だと思うんですけど、やっぱり意識としてはそこから何かこう自分の、まあ、抽象的にこういう弱点みたいなもの、共通するポイントみたいなのを抜き出したっていうことに、はい、結構時間をかけられたんですね。はい、そうですね。ここ非常に大事ですよね、あの一人で進められてる方はね。マネジメントオプションだと毎週それをですね、まあ、お話しさせてもらうということなんですけれども、はい、変わりました。そうすると添削指導に関してはもう少しこう見てもらった方が良かったか、もうそのぐらいで十分だったかっていうのはどのぐらいの感じですかね。私の答案を書く余力があればもうちょっと見ていただきたかったなと。はい、なるほどね、分かりました。まあ、100通の添削があればまあ十分かなっていうところはありますか。そうです ね、はい、分かりました。文章書くのってもともと好きでした。もともと苦ではなかった、ね、苦ではなかったって感じですね、はい。まあ、文章力というのも非常に大事なところがありますからね。はい、わかりました。合格された時の気持ちということですね、これはまあ先ほどもあったと思いますが、はい、まず担当に合格した時はどうですか。あ、担当は大丈夫かなと思ってたので、そこまで良かったっていう、良かったっていう感じですかね。なんかヘマしたっていうと、まあ、なるほど、はい、で論文も、まあ、どうだろうって言った時に、そうですね、あれかなりサプライズ、サプライズが来たっていう感じですかね。はい、なるほど。でそれよりも当日どうしようと、そうですね、いうことで最終合格見た時は、はい、最初も正直ちょっと刑事系、工事中の刑事でかなり、はい、あの鬼詰めをされました。鬼詰めされました。あのちょっとかなり不安だったんですけど、あの意外とそこまで点数自体も悪くなくて、あの見かけによらず多分優しくつけていただいたらなとみんな優しくしてくださいよって話なんですけどね。わかりました。そうするとまあそこでこうちょっとわーって なりましたけど、最終的には点数としてはっていう形ですかね。はい、わかりました。ちなみに、まあ、差し支えなければなんですけれども、あの論文の成績っていうのは大体、私あの実務基礎失敗してしまったので、かなり順位は下がって、400前後とかだったんですよね。400前後っていう感じですかね。はい、あの、うん、7科目は ABC ぐらいで終わったんですけど、ちょっと実務基礎科目実務基礎で E がついてしまって、そうですね、戦略としてはね、実務基礎科目でやっぱりね取って、はい、実務基礎科目取ると逆にね他が F3 つとかでも合格できちゃったりとかね、はい、あったりしますよね。わかりました。まあ合格されてまたねこの半年後というか、まあ、今から言うともあと3ヶ月後ぐらいですよね、はい、司法試験がありますからね。うん、それに向けてまあもう一回ね今手綱をね押し直すというところですよね。はい、わかりました。哲学的な質問なんですけれどもアガルートアカデミーとは、はい、ということでね、まあ一言でね、語っていただいて、まあ、場合によってはその心はというのを聞くかもしれませんけれどもさあズバリアガルートアカデミーとは、はい、秋丸さんにとって、はい、やっぱり1年合格ができたので、はい、あのもう CM 通りの最短ルートだと思います。飛んでいきましたね、はい、うさぎならぬ虫になって、そうです ね、 ね、はい、さらに誰の力も借りず飛んでいきましたね。バーッとね合格のね、はい、あの壁パチって、ね、止まってっていうところですね。うん、毎年ですねアガルートアカデミーとはということでドーピングとかいうね人いるんですけど、それどんな表現やねんまさにでも同じようなことですね、最短ルートっていうことですよ ね、 すね、はい、まあ、無理やり今つなげてみましたけれどもはい、わかりました。勉強ね、試験勉強ってのはやっぱりできる限り短い方が、ね、いいということですよね、はい、なのでそれに向けた、まあ、かなりやっぱりね講座としても絞られているというところはありますので、これ以上にまさに手を広げる必要がない、はい、まあ、安心感というのは確かにあると思いますし、実際何かこう他に目移りとかいうことってありました。はい、なかったですね。一切なかったですね、うん、もうそこに信用しても自分でやっていこうというところですね、はい、これは本当に大事なことですよ ね、 そうですね、はい、ありがとうございます。まあ、司法試験に向けてということでね、はい、もう今の段階であと数ヶ月しかありませんけれども、まあ、あの重要問題の方はもうこれまで繰り返されていると思いますが、はい、それ以外に今何かされていることとか、はい、意気込みみたいなのありますか。はい、予備が終わった後にやっぱりちょっと判例の知識が弱いなっていうの、うん、過去問の特に候補系ですから、ね、はい、司法試験ちょっと一回解いた時に感じたので、うん、
あの判例スピード講座を取ったりとか、はい、渡辺先生の、そうですね、はい、あれは広報系と、あとちょっと民訴が苦手なので、うん、そこも取って、であとは過去問をひたすらやって、うんうんうん、まあ、あの選択科目も11月ぐらいから、うん、あの本格的に過去問を回し始めて、うんうん、はい、選択科目はちなみに経済法を取ってます。経済法ですかね、はい、まあ、経済法だと、まあ、かなりこう勉強覚える範囲ってそんなに多くないしっていうことですね、思考、はい、もまあ刑法とかそういうものに似てるのでということで、最近まあ人気の科目ではありますね、はい、過去問に関しては結構最初ビビりませんでした。そうですね、やっぱり憲法から取り掛かった時に、はい、判例聞いてくるのかと思って、そうですね、ちょっとそこでちょっとまずいなと思って、その予備のちょっと心もとなさが結構出てきたので、はい、うん、まあ、あとあの、あ、それに加えてあの渡辺先生のあれですね、はい、あの過去問ゼミ、あれも、はい、あ、あれも今、はい、今やられてるて、ね、そうですね、結構あの過去問の演習はあれに頼りっきりでやってます。はい、わ、はい、かりました。全部 の, 科目あの年度やってるわけではないって感じですかね。最初なんか直近 の, あの全科目やった時に結構やっぱりあのちょっと足りないとこあるなと思って、うんうん、ただあの結構口コミとか見てて、あの過去問ゼミいいっていうのを見て、うんうんうん、あのちょっと過去問演習はそっちにちょっとあの頼ろうかな。なるほどね、はい、渡辺先生がもう五右衛門のごとくですねもう切って切って切りまくるというね、はい、これが評判の講座ですから ね、はい、ね、あの本当にいい講座だと思いますので、分かりました。まあそれで担当に関してはじゃあそんなに問題なくっていう感じがありますかね。そうですね、今ちょうど復習してるっていう感じです、うんうんうん、はい、分かりました。では、最後にということなんですけれども、はい、受験生へのメッセージということでね、まだ司法試験の、ね、受験がありますけれども、はい、まあ、予備試験の、まあ、1年で合格された中でのね、何か伝えておきたいことみたいな、特にまあもともとね働かれてるお仕事を持たれてる方でいろんな決意があったと思うんですけど、はい、そのあたりに関して何かあればということで、はい、そうですね、やっぱり振り返ってみると本当にあの短期決戦の方がやっぱりいいなとは本当に思ってて、うんうんうん、やっぱり自分の精神的にもそうですし、はい、特に社会人の方は経済的にも早い方がいいと思うので、うんうんうん、走ってしまえみたいな、結構ちょっとずつ猛進な感じで進んでいく方が結果的にはいいのかなと思って、うん、なんかメンタル面で悩んだりもそうですし、うん、いろんなものにこう広げすぎたりとかっていうのもせずに、うんうん、とりあえずこう一本もうあの真っ直ぐ突き進んでいった方が結果的にはうまくいくのかなっていうのを思ったので、はい、なるほど、真っ直ぐ突き進んでもうなんだろう、対象も絞って、そうですね、長く自分の信じた道を繰り返しながら、はい、最終的には虫になろうと、はい、いうことです。十問の虫、はい、これはいい言葉いただきました。まあ、本当に予備試験も司法試験もまさに重要問題ね、持たれている方皆さんね、これをご覧の皆さんのね、重要問題は本当にそういう意味では、まあ、合格者の人々がね、こう抑えている知識というものを限定してくれるものですよね。なのでそこを繰り返していけばということになるかなとは思います。まあ、あとはね、本当に司法試験の方をですね、はい、しっかりと頑張っていただいてということでね、またね、良ければ司法試験合格のね、座談会があればいいかなとは思っておりますので、はい。まあ、その時はね、渡辺先生とね、何かいろいろお話しながらね、はい、切れ味はどうだったのかね、ということですね、言っていただければと思います。はい。それではね、予備試験の合格者インタビューということでですね、今回で、これでね、終了とさせていただきたいと思います。秋丸さん、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。